青野原の戦いは、南北朝時代の延元3年、略王元年1月20日から1月29日にかけて、美濃国青野原において、上落を目指す北畑秋家率いる南朝方の軍勢と、時来園ら来た朝方の軍勢との間で行われた一連の合戦である。延元2年、兼務4年8月、陳樹不将軍。 北畠昭恵は、吉野の後代五天皇の足利高氏追悼の呼びかけに応じ、ノリ信ガを奉じ、福神結城胸や伊達校長ら欧州勢を引き、霊山を出発した、二度目の上落戦である。北畠勢は、利根川の戦いで、足利勢を破り、新田徳寿丸など、南朝方の関東諸行を吸収しつつ、12月、 足利義明が守る鎌倉を攻略。足利勢は柴課長が戦死したものの、足利義明、上杉の明、桃板田しね、高重重らは、暴走方面に脱出した。この前後、北条時行が南朝に降伏し、北畠勢に交流している。翌延元,元3年、略王元年1月2日、北畠勢は鎌倉を出発し、 足利勢と戦いながら東海道を成城する。途中、宗永親王と合流し、1月20日には美濃国に到達した。京都の足利高氏は、当時北陸で勢力を回復していた日田義定への対処に苦慮しており、北畠勢の早い成城に対応が取れなかった。鎌倉を脱出していた上杉の明足利勢は、北畠勢成城後に、 鎌倉を奪回し、さらに、北畠勢を挟み撃ちにすべく、精神を開始した。東東海国で、今川の陸に、三河国で、平光義高志県、美濃国で、高諸冬、時来園らの諸行と合流し、約8万の軍勢になったと言われる。美濃国の死後である、時来園は、美濃国での決戦を主張した。北畠勢も、京都へ攻め入る前に、 まず背後の足利勢と戦うことに決した。足利方はくじ引きで陣立ての順番を決め、砂又川など美濃の各地で順次北畠勢に攻撃をかけたと言われる。最終的に1月28日から29日にかけて北畠勢は青の原で足利勢に対し決定的な勝利を収めた。時来園は一時的に行方不明になった。 青野原の廃砲に接し、京都の足利高氏は、こうした対佐々木同様、佐々木氏より、細川より春ら約5万の軍勢を差し向けた。援軍は、大見国、美濃国の国境である黒字川に布陣し、排水の陣を構えたと言われる。北畠勢は、青野原の戦いに勝利したものの、長期の後軍と度重なる戦闘に疲弊したため、 新手の足利勢と戦う力はなく、大海から京都への突破を諦めた。北陸の日田義貞と合流する選択肢もあったが、北畠勢は伊勢国、伊賀国を経て、吉野へ向かった。伊勢方面に転身した理由としては、北畠氏が根拠地化しつつあった伊勢で力を立て直すためとも、日田義貞に功を立てさせるのを嫌ったためとも言われる。足利方は窮地を脱し、 大勢を立て直して、孔諸名を率いる軍勢を、山和国に差し向けた。北畠秋家は、山和国藩屋坂で、足利勢に敗れ、その後摂津国方面に転戦し京都奪回を狙った、ものの、泉国石津にて5月22日に戦死した。時来園は、戦いに敗れ走ったものの、北畠勢の上落を食い止めたことで、さらに名声を高めた。長 宗長親王、北畠明江、北畠明信、新田徳寿丸、北条時行、結城宗広、伊達行朝、南部修行、宇都宮金綱時来園、高志冬、高志県、上杉の明、上杉貞富士、桃井出常、今川のりく良平三義、小笠原貞宗、三浦高次関ヶ原の戦いは、同時代には、青ヶ原とも呼ばれた。 関ヶ原と青野原は近接した別の場所だが、合戦直後は青野原での合戦として伝えたものがいたため、ありがとうございます。